はいどうも、皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は最新ユニット矢を引くべきかどうか、強み弱み合わせて紹介していきたいと思います。まず引くべきかですが、やはり矢もですね、第2弾の情報を待ってからでいいのかなと考えております。今すぐ急いで引くべきユニットではないと感じてます。では強み弱み紹介していきたいと思います。それがこちら。今回もですね、例によってスプレッドシートにまとめてみました。抜けや漏れがございましたら、ぜひコメントで教えていただければなと思います。では早速ヤオの強みから紹介していきたいなと思います。まずですね、ヤオの最大火力 5.3 万というところなんですが、現在通常のですねスーパー LB の火力は、33,027 ヒット LB となってます。この33,000というところが、まずアビリティを使うことによって威力はプラス1万の加算がされます。で、こちらは3ターンという形になるので、例えばですね3ターン目まで継続するので、1ターン目にこのアビリティを使って、2ターン目に LB を使って、3ターン目にスーパー LB を使うという流れでも1万が全て加算された LB、 スーパー LB という形になっています。で、あと1万どっから算出してくるかという感じなんですが、今回ですね限定のユニットの装備ですね、配布装備に関して、こちら矢尾の、武闘服というものを採用すると、こちらの状態異常耐性がプラスされるのとですね、戦闘開始時剣王の力固定値アップとプラスで、戦闘開始時 LB の威力加算プラス1万がつきます。まあいわゆる先制 LB ブーストという形になるのかなと思うので、この5ターンを合わせて最大火力は 5.3 万という形になっております。まあこのねスプレッドシート記載のこの部分ですね。では続いて、まあ、こちらもですね、生配信ですでに、情報がございましたが、光の威力アップというところでエレメンタルバーストを持っているヤオちゃんという形になっています。光のエレメンタルバースト 150% の光威力アップとなっています。またスーパー LB、LB ともに武器のデバフがついています。通常の LB であれば 35%、 スーパー LB になると 40% の格闘デバフがついています。続いてサポート力というところなんですが、まあ、こちらはちょっとですね書き切ることができなかったので口頭にての説明になるんですが、特定のアビリティを使う、こちらの波動拳の極意を使って特定のアビリティを使用可能にします。それがこちらなんですが、まずこのアビリティですね、味方一体の HP 回復プラス状態異常回復、さらには弱体効果の回復もできます。つまりはステータスのデバフなんかの回復ができるユニットとなってます。最近はですね、特にダークビジョンズアビスなんかでは攻撃魔力のデバフをやってくる敵が存在しました。なのでそういった敵の攻撃に対してこうやったねデスペル弱体のみを消すというのが非常に有効なアビリティとなってます。アタッカーでこれができるのはめちゃくちゃ素晴らしいなと思い、今回このサポート力というところを、メリットとして挙げさせていただきました。続いては分身の付与、まあ、ここに関しては、まあ、最近だとどうしてももう物理分身の回避がどうしても必要なギミックが多いということで、自分に3回以上の分身をできるという点はかなり魅力的かなと。特にスーパー LB タイプなので武具の切り替えができないユニットとなってます。なのでそこで回避率を盛ることができないユニットにはなるんですが、アビリティで分身を付与することによって敵の攻撃を無効化することができるユニットとなってます。また武具パッシブの高さというところなんですが、トラストアビリティを発動させると二刀流のブグ倍率が 200% つきます。で、残り 200% どこから持ってくるかなんですが、まあ、100% が限度でした。二刀のブグパッシブは 100% がついております。なので 100% の残りブグパッシブが必要です。両手のブグパッシブに関してはこちら、波動の使い手、波動拳の使い手で 200% のブグパッシブを持っておりますので、まあ、基本的には両手運用がメインのユニットかなと思ってます。続いて魔法のダメージカット、アルスも持っていましたが、アルスよりはパーセンテージ控えめなんですが、スペシャルアビリティというわけではなく毎ターン1回は使えるアビリティとなってます。魔法ダメージ経験 75% となってます。続いて固定値なんですが、固定値の高さというところで、まず貫突した場合この500も含めてなんですが、まずはトラストアビリティで攻撃の固定値が3000上がるようなユニットとなってます。
スパトラを採用することによってさらに固定値というものが500上がります。で、残りの500どこから持ってくるかというと、こちらもですね、先ほどちょろっと紹介しましたが、配布の武具、まあ専用の装備になるんですが、こちらを採用することによって矢を装備時というところで攻撃の固定値が500乗りますので、合計貫突時ですね、固定値が4500上がるユニットとなってます。固定値の上がり幅めちゃくちゃ大きいですよね。で、続いて所持アビリティなんですが、高火力のアビリティを持ってます。こちらも、アビリティを使った後で使えるアビリティなんですが、敵1体に対して14万の1ヒットアビリティ、防御のデバフもできるユニットになっておりますので、この14万というのが敵の HP トリガーに到達させるために使うとしては十分すぎる火力かなと思います。しかもトリプルや4連で使えたとしたらかなりいい火力になるんじゃないのかなと思ってます。続いて、所持チェインアビリティ、まあ、グルーブというところですね。1、2、16と12の4つを持ってます。全体に対するものも1つ持っているので、雑魚を蹴散らすなんか時は非常に扱いやすいチェインかなと思ってます。で、最後は6種族のキラーパッシブというところで、こちらもですね、対応のクエスト幅というものが非常に高いユニットかなと思ってます。いかがでしょうか？以上が僕の考える矢尾の強みになるんですが、ここからは矢尾の弱み紹介していきたいなと思います。それがこちら。やはりですね、二刀の極意列がないというところかなと思います。二刀流をメインとして使いたいユニットに関しては、この列の有無というのが非常に大きな課題になってくるかなと思います。なので列を持たない矢尾に関しては、基本的には両手のブグパッシブ 200% 持っていることから、まあ格闘の両手持ちを持たした二刀ブグパッシブじゃなくて、両手持ちで、両手のブグ武器補正ですねを採用する方が効果力かなと思います。またですね、光属性の物理アタッカー、まあ、光属性の物理依存というところで、やはりライオンの有無というところが大きいかなと思います。防御の 89%、160% の光デバフができるデバッファーライオンしかいませんので、ライオンの存在の有無というものが今回ヤオの引くべきにおいて重要なポイントの一つかなと思います。で、また最後、こちらはアルスと同様ですが、ブレイブシフトなしというところで、まあ、先ほどもちょろっと触れましたが、こういう分身を使えなきゃいけない、まあ、使うことができるので、そこまで大きなデメリットではないですが、敵の攻撃ね、魔法耐性を盛りたいとか、状態異常を盛りたいといった時に、装備に関して少し攻撃力を下げなきゃいけなかったりする場面が出てきたりするのかなというところで、弱みの方に挙げさせていただきましたというところで、僕の考える矢尾の弱みは以上3つかなと思っております。ご覧になった中で皆さんで、まあ、ここ矢尾の強みとして挙げられるんじゃないか、ここはちょっと矢尾の弱みじゃないかとありましたら、ぜひコメントで、アドバイスいただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。